どうも皆さんこんにちは、川島隆博です。いつもご視聴ありがとうございます。今回なんですけども、気温も高くなってきまして、日中なんかはね、半袖で過ごせる時間帯なんかもあったりとかして、少しずつね、夏が近づいてきてるなってことで、この前ちょうどサンダル特集みたいなのやらせていただいたんですけども、今回はね、それのまあルックブックというか5パターンね、着用してみまして、コーディネートしていますので、まあ、それをね、解説しつつダラダラと語っていこうかなというふうに思います。まあ、以前もね、デニムのルックブックとかレザーのルックブックみたいな感じでやらせていただいてるんですが、まあ、それと同じような感じでね、やっていきますので、よろしくお願いしますっていう感じでね、5種類全部違うサンダルを履いてみたんですけども、ちょっと先日発売した僕がやってるパブロっていうね、洋服のブランドのサンダルなんかもありましたので、よくね履いてる時期でもありましたので、コードバンのタイプと普通のね、カウレザーのタイプの2つ、それも交えて5個なので、まあ、よかったらね、参考程度に見ていただければというふうに思います。っていう感じで、まずルック1見てみましょう。この日はね、日中すごく暖かくて、もう半袖1枚で過ごしてますね。まあ、こんな感じでタバコ休憩くらいの時しかね、僕外で動画撮りたくないので、まあインスタグラムとか見てる人分かると思うんですけど、ほとんどタバコ吸ってるんですよ。まあ、なんでかって言った時に、外にタバコ吸いに行った時についでにリール撮ろうみたいな感じなんですけど、今回がですね、上に着てるのが群馬県にあるね、ミスターオールドマンさんで購入したモダクトっていうところの、後ろにね、怠け者がプリントされていたりとか、あと左胸のところにね、スロウスっていうね、怠け者っていうものが入ってたりとか、怠惰か、怠惰っていうね、言葉が入ってたりとか、なんか面白い T シャツなんですけど、そもそもがね、この T シャツの生地がこう、なんだ、色あせていくようなピグメント染めになっているので、もうだいぶ洗濯したんでね、色が落ちております。でこの日合わせてるのが、足元が他のサンダルですね。これもね、多分単品でご紹介してると思うんですけども、鼻緒のついてるね、もうベーシックなものなんですが、これにダメージのデニム合わせて、これフレアなんですよ。実はフレアでサンダルって足引きずらないのってところだと思うんですけど、サンダルのいいところってさ、ここ、これが足だとしたで、これがサンダルだとした時にさ、パカパカ動くじゃん。そこに僕こうなんだ、挟んでフレアを履くのが結構楽で好きなんですよ。で見た目もね、足長効果があったりとかして、まあ、そんな感じで合わせております。そもそもが他のね、サンダルは厚底というか、こうソールの厚みがある程度あるので、少しレングスの長いものなんか合わせてあげても全然着用がしやすい、合わせやすい、そんな現代的なサンダルになってると思います。合わせるデニムはテテイっていうデニムで、もう昔ね、ヒステリックグラマーとかでコラボがあったりとかして、僕ねヒスで昔々働いてたことがあるんで、それでしてたんですけど、その当時に買ったやつを引っ張り出してきて履いておりますね。クラッシュで破れたとこにコーデュロイとかが入ってたりとか、今更ね、もう15年くらい経ってるのかな、まあ、なんかこんな感じのスタイルもありなんじゃないかと思って履いておりますね。で合わせてるアイウェアはなんだっけな、これ近づいてくれないと分かりませんね。まあ、こんな感じでバックプリントがあって、でサンダル入ってるよと。でクロシェットはいつも通りエルメスのもので、アイウェアが多分 BJ クラシックのシンバリかな、黒縁のメガネになっております。本当にアイウェア、 T シャツ、ダメージデニムで、ダメージデニムとね、色あせた T シャツの相性なんかがとても、あ、やっぱシンバリやねこれ。そう、ダメージデニムと色あせた T シャツの色合いとかがすごく良くて気に入ってます。まあ、そういったシンプルな服装にもね、足元こういった他のねサンダルなんか合わせてあげると抜け感が出るので、なんか抜け感出すぎちゃうなって人は、まあレザーのサンダルとか少しね調整してあげるのもおすすめかなって思います。クロシェットだよー、アクセサリーだよーって感じ で最近ね、もうデイトナーがなんかまたマイブーム来てて、もう一個デイトナー欲しいなとか思ってます。まあ、やっぱりなんといってもバックプリントがすごくね気に入ってるものなんですけど、他のサンダルもね歩きやすい、本当に楽っていうのがあるんで、まあ、ウーフォスをずっと使ってたんですけど、今年はね他の方をメインで履いてみようかなっていうふうに思ってます。はい、そんなシンプルなルックワンでした。続きましてルック2いきましょうか。はい、2日目、この日はロンティースタイルですね。頭から行ってきました。ヘアバンドに
この日もメガネかけてます。マイキータとマルジェラのねアイベア、そしてパブロ・ヴィンチって僕がやってる洋服で作った長袖のヘンリーネックの T シャツで、あと足元なんですけど、これも最近ご紹介したよね、夏にはおすすめのワークパンツっていうところで、レッドキャップの PT20 になります。色ねチャコールのカラーになってて、で足元にねコードバンのブラウンの僕が作ったこれまたサンダルを合わせます。この動画が出る頃にはもう発売してると思うんだけど、なんかねほんと9足だけ作ったのよ。10足作ったんだけど1足僕がゲットしてるから9足なんだけど、めっちゃ高いのよコードバンなんだけど、やっぱこのツヤとか、あとやっぱりねなんていうの、主役になってしまうようなそんなアイテムですね。ほんとシンプルにワークスタイルで、まあ、抜け感出すためにヘアバンドをつけてるんですけど、ちょっとね抜け感出すぎちゃうってとこもあるので、メタルフレームのサングラスとかアイウェアでね引き締めつつ、で足元ねちゃっかりとこうなんだよ、正面から見ると綺麗なクラシックなこうコードバンの革靴履いてるなって見えるんだけど、横だったりとか後ろからね歩いた時にチラッと見える素足の具合だったりとか、そういったところが季節感も感じられると思うので、この形のサンダル作ってよかったなって改めて思っております。コードバンなんで水だったりとかそういったものには弱いというかシミになったりとかするんですけども、まあねそういうの気になさらない方はねおすすめです。ただヘンリーネックの T シャツも胸元が結構ねオートネックくらい空いてますので、中にクロシェットしまってレザーのストラップだけ見せるようなスタイルが最近はすごく好きですね。もうちょっと暑くなってきたらね長袖も暑いよとか、だレザーを皮膚に当てて汗ついたら嫌だなってとこもあるので、そこはちょっと変えていくかもしれません。なんで今の季節限定って感じですね。パブロのだよってやってますね。あとその他アクセサリーとかね時計なんかは変わらずっていう感じです。まあこういうスタイルが僕は今の時期多いですね。ロンティーをめくり上げて、室内がこう結構寒い涼しいくらいの感覚になってるので、長袖とか今はもう着てるんですけど、スウェットとかね着てないと結構ね肌寒いんですよ。なのでまあこういうスタイルで仕事したりとかしております。はい、そんなルック2でした。はい、っていう感じでね、1日目が半袖、2日目が長袖ってきて、ルック3見てみましょうか。はい、ルック3、なんと、スウェットを着ております。この日もタバコ休憩中なんですけど、多分雨降ってた日だねこの日は。で肌寒くて、やっぱりこう日中かなり暑くてもこう夜とか朝とか寒い日があったと思うんですが、まあ、天気が悪い日なんかね一日として結構肌寒かったりとかするの でそういう日はあんま外に出ないんで倉庫にこもってるんですが、この日はスウェット、セントマイケルのスウェットを着て、足元にねマルジェラのバブーシュ、まあ、サンダルって呼べるかわかんないんですけど、これも素足で履いてるのでサンダルだろうってことで合わせてます。で履いてるパンツに関してはモンキーパンツ US ネイビーのやつかな、とキャップがニューエラーで、合わせてるアイウェアがこれがアメリカンオプティカルのものかな、アイブロウ型のものを合わせます。こういう風にモンキーパンツとかミリタリーパンツで太めのものをちょっとねまくり上げて、素足だったりとかすねのね肌色の部分見せてバブーシュとか、あとはレザーのサンダルなんかもすごく相性がいいので、こういう風なバブーシュじゃなくて普通にレザーのサンダルとか合わせてあげてもいいと思います。はい、あとは胸元にはね最近購入したエルメスの死ぬほど長いネックレスを3連でつけておりますね。まあ、ちょっとギラギラしすぎちゃうんでね、まあ、こういう風なちょっと古着ミックスというかカジュアルな服装の時に使ってあげる感じが個人的には気に入ってます。はい、あとバブーシュね、やっぱりこうなんだろう、今までこう足袋だったりとかマルジェラ好きなんでね気になってはいたんですけども、この足袋ブーツはななんかちょっと形が合わねえなと思ってたんですけど、バブーシュのこのかかと踏むスタイルがだいぶ好きで、であとね視聴者さんからのおすすめでバブーシュ履く時のなんかまあここくらいからこの先にかけて履くなんか5本指ソックスみたいなものがあるんですけど、それ合わせて履いてます。どうしても素足にねこのタイプ合わせちゃうとこう足裏の汗とかもうなんかぐちょぐちょになりそうで嫌なんで、やっぱり靴下だったりとかこのタイプ合わせてあげた方がいいかなって思ってます。まあ、ミリタリーパンツとレザーのサンダルとか、そういったもののちょっとこうなんだろう、高さの低いレザーサンダルとか抜け感強いものなんか合わせてあげるとすごく相性いいなっていうふうに思ってるので、この夏はねちょっとそういった合わせ方活用していこうかなっていうふうに思ってます。最近もねこうどこだったかな、バズ・リクソンズとか、まあ、東洋系のブランドでねミリタリーのモンキーパンツ買ったので、そういったものをちょっとまくり上げてレザーのアイテムなんかと合わせて夏を過ごしたいなっていうふうに思ってます。そんなルック3でした。
のままルック4行っちゃいましょうか。お、この日は半袖ですね。この日はね、多分コーヒー休憩ですね。なんかワントーンコーデにしようかなと思ったんですけど、モノトーンでね、白メインで黒をちょっとアクセントで入れたような、そんな服装で合わせております。着てるものを上からご説明すると、僕が作ったハットとアイウェアが、これが BJ クラシックさんからもらった、なんだっけ、クラウンパントだ。こうウェリントンみたいな形してるんだけど、上のところがストレートになってるんで、結構クラシックなね雰囲気になるようなものですね。で、最近ねパーマかけたので、すっごいモシャモシャなんで、まあ、なんかそのこのハットに、このクラウンパントのメガネにモシャっとしてる感じがね、個人的にはいいなと思ってこの合わせしてます。で、着てる T シャツはユニクロ U のクルーネック T シャツ、なんか1900円くらいだったっけ、ちょっとヘビーウェイトのものでね。ヘビーウェイトの T シャツシリーズだと結構僕はこのユニクロ U を着用してることが多いですね。あと薄手でね、肌着っぽい感じに持ってきたい時、そういった時はやっぱ自分が作ったメゾンキネマの方のパックティーか、フルーツオブザルームとか、あとコストコのパックティーか、なんか6枚で3300円とか、なんかそんくらいの爆安のものがあるんですけど、そこら辺のね、少しチープさを感じるような薄いペラッとした感じのもの、もしくは厚手の時はこっちのユニクロ U かみたいな感じで使い分けてますね。で、合わせてるパンツ、これ一応デニムなんですよ。これもマルジェラのね、ペンキデニム、スーパーサイズアップで履いてて34とかかな。もうウエストガッバガバだし、レングスも超長いんですよ。なんですけど、まあちょっと切ろうかなと思ったんだけど、ペンキがねこう加工されていて、すごく硬いんですよ、表面が。なので、こう下でぐちゃぐちゃぐちゃってたまらせて、で、履いてるサンダルはブラザーブリッツさんのゴッホなんですけど、まあ、ブーツみたいに見えるじゃないですか。このサボ型のサンダルなんだけど、こうぐちゃぐちゃぐちゃってたまらすと、まあ、なんかエンジニアブーツ履いてるみたいな感じに見えるところが良くて、またペンキデニムもね、このぐちゃぐちゃってなってるところでペンキが剥がれてくので、まあ、ある程度剥がしたいなというか、この当たりを出したいなみたいなところがあって、まあ、下にたまらせて合わせるときにはこの方法がすごく便利。まあ、こういう風なサボ型のサンダル、結構ねビルケンとかもあると思うんですけど、そういったものにね、硬い生地のパンツとか下にたまらせてあげるとね、個人的には面白いシルエットになって好きですね。はい、もう無心でブラックコーヒーを飲んでますね。まあ、これのねカラーだけ使って、で、足元に白い系のねきなりのスウェットパンツにレザーのサンダルとか、さっきの他のサンダルとか合わせて、もっと抜け感強いコーディネートでもいいと思うんですけど、まだ気温的にねこう真夏ではないので、少しやっぱり育てたいシリーズをこう使いたいってところがあったので、ペンキのデニムとか合わせておりますね。そうそう、こんな感じでね、かなりくちゃっと下の方に溜まってくれるんですよ。ただ溜まり方が変な時もあるんで、そういった時は足をねギューンって下の方にたるませてあげる感じで履いてるんですが、まあ、ゴッホがねすごく歩きやすいし軽いので使いやすいですね。はい、メガネがこんな感じだよ、ハットがこんな感じだよ、やってます。すごくこのメガネも軽くて使いやすいんですよね。 BJ さんありがとうございます。はい、そんな感じでね、視力貴重なので結構ね爽やかな感じなんですけど、ハットとかメガネのところでねクラシックな感じを出しつつっていう感じで合わせております。あ、そうそう、ペンキデニムね、こういう風に削れてくると中がインディゴが、ライトインディゴが見えてくるんで、そんな面白いパンツなんですね。そんなルック4でした。最後いっちゃいましょうか。この日はね、あ、こんな格好してたね、ニット帽にメゾンキネマで作ったセットアップかな、ワッフルのセットアップの上だけ、これまだ発売してたと思うから今の時期すごい使いやすいんでおすすめです。上下合わせて2万円ちょっととかで、めちゃめちゃコスパいいアイテムなんで、まあ、V ネックの感じにヘンリーがついてて、スウェット感覚で使えるんだけど、ワッフルのサーマルだから結構軽いで、パンツに関してはオイルゾチノのパンツに最近発売したパブロのサンダル合わせております。まあ、こんな感じでね、ワークパンツなんかと合わせると、本当クラシックなレザーシューズ履いてるような感じでね、合わせられるので、土臭い感じのコーディネートに合わせてあげて、足元にクラシックな要素を持ってこれるっていうのもおすすめです。で、上が結構ダルダルにこうカジュアルになってるんですが、下半身のところを締めてあげるとバランスが取りやすいので、これでねさっきかけてたアメリカンオプティカルのアイブロウとかかけてあげると、もっとこう男臭い感じに思っていけるんですが、僕はこの日はやる気ないですね。多分ダラッとしながらパソコン作業する日だったと思うんで、本来パジャマで売ってるアイテムなのでめっちゃ着やすいんですけど、そういうもので合わせてます。
はい、なんかパーマがね今すごいんですよ。カールがすごい出るから、まあ、サイドだけ髪出して、で室内でねパソコン作業するときにブルーライトのカットのレンズかけてるんですけど、まあ、なんかねほんと気だるい雰囲気で合わせてます。でサンダルこれだよって、そうこのタイプのサンダルのいいところ、靴下合わせても別にね様になるのよ、デザインのサンダルって。だからね靴下合わせます。なんか素足で履くのも楽でいいんだけど、レザーのサンダルとかで、まあ、つま先が覆われてるものとかで結構湿気がこもるじゃない。だからねこう足汗をかくのがあんまり好きじゃなくて、履けるものに関してはね結構靴下合わせちゃってる時が多いかもしれません。これのパンツなんかもレングスがジャストなんで、こうかかとがあんま見えなかったりとかするので、ここまで気にならないかなと思って靴下合わせてますね。靴下に色物持ってきて遊ぶのもありだと思います。まあ、なぜか左右に蛇行運転しておりまして、まあ、動いてるとこ見てくれという感じですね。はい、アクセサリーはいつも通り。この紐デイトナ。まあ、まくり上げるとねこういう風に気だるい雰囲気になっててバランスが取りやすいっていうのもあるし、このねトップスの下の部分がリブがついてるんで、折り込んであげるとこうタックインしてるみたいな感じになるので雰囲気もガラッと変えられて、まあ、パンツとかサンダルとかと合わせた時にもねすごく抜け感出すかな、どうするかなってバランスの調節がしやすい、そんなトップスです。はい、以上ルック5でしたっていう感じでね、5種類ご紹介させていただいたんですが、いかがでしたでしょうか。ちょっと前にね愛用のサンダル紹介みたいな感じで他のサンダルとかもね一気にご紹介しているので、もっと他の見てみたいなって人はぜひそちらの方も見ていただければというふうに思います。ただ今の季節だとねまだ初夏にもならないくらいのね春終わりくらいっていうのかな、かなり微妙な季節でね、いろんな服装を楽しめるっていう時期でもあるので、まあ、長袖だったりとかスウェット、あと半袖の T シャツとか厚手のなんかがっしりとしたパンツなんかにもサンダルが合わせられるっていう時期で、すごくね今しかないなと思って撮影してみました。もうちょっと暑くなってきたりとか梅雨のシーズン入っちゃうと、どうしても雨降ってるかもうショーツでいいやで濡れてもいいようにね、スポーツ系のなんだろうねリカバリーサンダルだったりとかシャワーサンダル合わせちゃおうみたいな人が多いと思うんだけど、僕もやっぱりそうなっちゃうんですよ。なので今の時期をちょっとチョイスさせていただきました。まあ夏もやっぱりそんな感じになっちゃうね。こう厚手のパンツとかだとどうしても汗かいちゃうからっていうところがあって、軽いリネン系のアイテムだったりとか、やっぱり半袖にショーツっていうね変わらないようなスタンスになってしまうと思うので、まあ楽しむんだったら今とか、あとは夏の終わりとかがね結構いろいろなサンダルとかも楽しめると思うし、コーディネートで取り入れられるので、まあ、なんかサンダル今の時期ちょっと早いかなって思ってる人もねよかったら試してみてくださいっていう感じで、今回の動画が良かった参考になったとありましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。